増田親世は、江戸時代末期の長州藩士。増田家、第33代当主。長州藩英大画廊、スサ両主増田家14代。増田元信の,の三男。通称は上門助。意味川はじめ県世、後に、長州藩主、毛利リ高地より、変記の授を受けて、親世と名乗る。天保4年9月2日、増田元信の,の三男として生まれる。母はマスマス。 タフサの娘、コ子。シ。カ二2年、父、元信が死去し、兄の近沖もすでに亡くなっていたため、家督を継いだ。同年、吉田松陰の山賀流兵学に入門。カエ六6年、アメリカ合衆国のマシューペリーが浦賀に来航すると、浦賀総武行として着任する。安政3年には、長州藩の国家老となった。安政5年、通商条約問題が起こると、マスダは、 スフマサノスケらとともに、朝廷の意志に従って、上位を結行すべきと江戸幕府に提言し、朝廷に対しては、忠節、幕府に対しては、審議、祖先には、行動という藩の三大原則を打ち出した。文久三年には上落して、公明天皇に越見し、牧康を美らとともに、過激な尊王上位に走ろうとした。しかし同年の8月18日の政変で、 長州をはじめとする、尊老上位派が京都から追放されると、増田は奈々地で朝廷から追放された七人の苦行とともに、長州に帰国した。その後、失った勢力を取り戻すため、翌元時元年に上落、福原元官国主親将、草加玄髄や久留島又兵衛らと共に出陣して、長州軍の指揮を取るが、薩摩藩、会津藩連合軍の前に敗れ、 長州に帰国した。そして責任を取る形で領地の阿武軍須佐に引き込んだが、同年に行われた第一次長州征抜で、幕府軍よりマスダに責任が問われて、徳山藩に身柄を預けられた後、11月11日、総持員にて切腹を命じられ、自陣した。去年32。この時、実施の聖治郎は3歳と、まだ幼少であったため、妹、 ふさの夫となった、桂近ら改め増田近代かが中継ぎの当主として、家督を継承するが、結局よく慶応元年3月に、清二郎が家督を相続している。ありがとうございます。